高い時は真ん中だった。ソアラン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 です。ちょっと語っていいですか。はい。もう語りたくて語りたくてしょうがなくて、ソアラさんのねコンサートを見に行ったんすよ。はい。インスタのストーリーでなんか一人だけ東京行きやがった。いや、ひなたもねソアラちゃん見たかったなって言ってくれて、でさ、こうステージに立ってたわけですよ。はい。ソアラちゃんがですよ。あのソアラちゃんがですよ。あ、はい。感動したよね。すっごくねキラキラしてた。え、動画ないんですか。動画はね撮影禁止なんですよ。で身長がね高いから、高いですね。そう、どこのフォーメーションに行っても見つけやすかった。コール、コールなんか、あ、ソアラちゃん、そう、ソアラちゃんみたいな、それが聞こえたらしいです。席もいい感じで、前からね10列目ぐらいだったかな。いいのそれ、いいのそれ、うん、10列目の真ん中、はい、で、あのペンライトわかる、あれがね、七色に光るやつを、ソアラが自己紹介するときに頭上でカチ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 ってして、ソアラちゃんってアピールしてきてすごく良かったです。うまかった、歌もダンスも。うまかったですよね、元から。カラオケ大好きだったからね。確かに、めっちゃこうキラが見てないからさ、もどかしくてこう伝わりにくいかもしれないけど、すっげえねかっこよかった。ちょっと泣きそうやった。でもかわいい。まあまあかわいさはね、まあでもまあ上村玲奈ちゃんって子もかわいかったですけど、まあ、ソアラちゃん見ようかなって思うけど、こっちも見たいなみたいな。目が4つあればいいなと思った瞬間でしたね。まあよかったですよ、はい、また見に行きたいなと思って。コンサートの名前がね、はい、ハロープロジェクト研修生発表会20243月ミモザなんですよ、うん、で、もちろんグッズ販売があるわけですよ。ああ買ってきました。それがね、生写真セットだったかな。顔ちっちゃ。ミサモ、ミモザ、ミモザミサモって人の名前みたい。トワイスだ。はい。え、これソアラちゃんの字ですか。なんて書いてんの。あ、ミモザって書いてんの。ハロープロジェクト研修生発表会。次行きます。シュッ。おお。あ、かわいい。顔ちっちゃがち。もう一個のやつに、辛いラーメンが好きですって確か書いてた気がする。辛いラーメン、辛いの好きだったもんね。うん、2枚です。上村玲奈さんの買うの忘れました。大丈夫です。出てほしいな、上村さん。川のソアラさんじゃなくて。で、それがコレクション生写真全19種類ってのは無理ゲーじゃね。え、無理やん。19分の1無理ゲーじゃね。無理ゲー。でもこれで出たらすごい。コレクションクリアカード、こちらも全19種類です。無理ゲー。いきます。上村さん来い。あ、違った。川野さん来い。川野さん来い。え、出るかな。いきます。せーの、シャーン。え、可愛くない、そのグッズ。インスタっぽい。確かに。虫歯。あ、虫歯らしい、この子。無理だな、19種類は。何歳だろう、この子。みやこしちはひ。なんでそんなロボット。みやこしちひろちゃん。あった。みやこしちひろさんですね。はい。2010年生まれ。あれ？ということは？あ、同い年。同い年。うち2009です。8月27日生まれ。え、じゃあ年下やん。へー。え、ちち？やば。かわ。洋服かわいい。中1でクリアカードになるのか。出ねえな。
や、出るんですよ。じゃあ次行きましょう。はい、こっち行きます。それ生写真ですね。ほ19種類だもんな。行きますよ。行きます。せーの、じゃん。まのちゃん、好きな食べ物はとろり卵のオムライスです。らしいです。オムライス。大坪まのちゃん。ほう、何歳でしょう。2011年生まれ。わ13歳。13歳。中1。13歳。じゃあ中1だ。年下。お、新しい子かな、大坪まのちゃん。うん、あ、だよ、2024年2月加入だから新メンバーか。あれ、カノさん、ソアラさん、すいません、また今回も出ませんでした。いや、無理ゲーすぎる。誰かがソアラちゃんを釣ったんだ。次回当てます。はい、すいません、ソアラさん、ごめんなさい。東京行ってきたんですよね。はい。お土産があるんですよ。食べ物がいいな。おいおいおい、どう見ても食べ物ちゃうやろ。食べ物はやっぱちょっと生ものだから怖いなと思って、うん、ちっちゃい。でもね、金曜日にお姉ちゃんと撮影行った時に推しを聞いて、しまったなと。ハローキティ、シナモン、こちらです。じゃじゃん。何でしょうか。ソーラちゃんがコンサートしてたゼップダイバーシティ、うんうん、東京ギフトショップ、ギフトショップザ開けますよ。はい、ゴー。東京限定です。お、東京限定、じゃーん。おー、あ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 、これ東京限定。ちいかわ、ほんとだ、ほんとだ。あ、なんか4つない。あ、もちろん日向の分も。かわいい、かわいい、かわいい。後ろの絵が東京の、ほんとだ、場所なんですよ。これ東京タワー。東京タワー。うん。あ、スカイツリー。スカイツリー。東京タワーだ。これ。うん。東京タワー。かわいい。それか。ちいかわの夜の東京タワーがキラがいいかなと思ってキラに買ってきて、でのえちゃんちいかわ好きかなと思ったら8割推しだったらしいんですよ。あ、ありがとうございます。はい、じゃあこっちもらいます。8割の夜の東京タワー。あ、そう。週2でちいかわの夜の東京タワーかなと思って。よっしゃ。推しがなかった。あ、モモンがいなかった。やっぱ人気の3人だったから8割にした。じゃあこれがひなたちゃん。いや、ひなたはうさぎ。かわいい。あ、それがスカイツリーかな、お昼の。うん、お昼。え、東京タワーじゃないの。スカイツリーじゃないの。こっち東京タワーって書いてある。東京スカイツリー。そう、スカイツリー。本当だ。俺の推しのウサギは誰もっていうことで、日向に強制的に。あ、かわいそう。かわいそくねえだろ。かわいいだろ、ウサギ。東京タワー。わーい。ですね。だって、ここのやつもかわいい。日向ちゃん何が好きなの。日向ちゃんは、ぷりまんじゅうが好きだと。意外。でも、みんな可愛くて選べないとおっしゃってましたね。確かに。はい、ということで、ソアラちゃんのお話でした。はい、バイ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 